モンゴル岩塩モンゴル岩塩は、モンゴル国の北西部、ウブス県のウブスヌーレボン地に位置する岩塩鉱床より採掘される岩塩である。モンゴルでは、この岩塩鉱床で採掘される岩塩の実を、限定して、ジャムツダウスと呼ばれる。桃白色、白色、開白色の岩塩で、その形成期間は約3億5000万年である。塩の目モンゴル岩塩は、 モンゴル国で健康に良い塩として、食用やうがい、湿布など様々な用途に用いられる。岩塩から少量採取される単結晶は塩の芽と呼ばれ、うがい用などに沈徴される。また、海上の岩塩を家畜に与えることもある。日本では1990年代後半から食用、干渉用として輸入され、現在では モンゴル国の主要な対日本輸出品目の一つになっている。食用のモンゴル岩塩の内高品質なものは採掘後のトリーミングと空気洗浄によって不純物を除去した後直接粉砕する。不純物の除去とその後の検査に手間のかかる製造工程だが再結晶によらない岩塩の風味の保持を目的としている。モンゴル国ではソビエト連邦の時代から ヨードカジオの普及が奨励されているが、近年はグルメ用の塩としてモンゴル岩塩が百貨店などで販売されている。地乱体の湖塩、結晶中の不純物が目視できる。日本で販売される商品名としてのモンゴル岩塩には蒸気の岩塩の他に湖塩がある。湖塩のモンゴル岩塩はモンゴル国東部のドルノド県よび 中国の内モンゴル自治区西部のアルシャーメイラン帯にある塩湖からそれぞれ産出される。湖潮は正確には岩塩ではない。しかし、結晶の形状やモンゴルという産地の地名上の共通性からモンゴルの岩塩と謳われ販売されている。モンゴル岩塩の産地であるウブスヌール盆地は2003年にユネスコの世界遺産に登録されている。 2005年日本国際博覧会では、モンゴル館の巨大オブジェとして、モンゴル岩塩が展示された。ありがとうございます。